はい、ポケットモンスター騒動実況プレイのパート4やっていきます。ワイルドエリアにやってまいりまして、いろいろとポケモンを捕まえて戦力強化をしていければなと思います。まあ、天候とか、の状態によっても出てくるポケモン変わってしまうと思うので、奇跡的な出会いの一つでもあればいいのかなっていうところで、タネボはいらんな。食材レトルトカレー、外のあるんだ。それ買っとこうかな。オルード。何でもかんでも使ってもらったら、モンスターボール足りなくなっちゃうんでね。なんだっけこれ。なんかアバゴーラになるやつだっけか。プロトーガ？ダメだったっけあいつ。合ってる？当てた。ぬいぽぐまだよね。あわよくば泥バンコとか手に入ればよかったなと思ったけども、釣り場もね。何？あ、岩氷。ああ。面白い。天候がコロコロ変わる。A はダイマックスのダイナクル。これ相当入るだろう。
撃された。ああ。頑張れー電磁波、いいぞ、いいよいいよ、ダイマックスできんやんけ。ダイアイス、冷凍ビームでかっ。まあでもとりあえず捕まえられなかったね、残念。待てよ、これヒバニーにめっちゃ使おう。ラルドスレベル20。戦力中も戦力、戦力、あ、自分で捕まえたポケモンだからいいこと聞くのか。岩ドラゴン、あーいいかなあ、でもな、頑丈顎かこいつ。くしゃみ出そう、えっちい、ポケモン変えればよかった。
これ一応なんだろうね、レベル的には下克上してんのかな。砂嵐分は回復できるぞ。勝てるか？どこで助けしてんのよ。的にされてる。もうちょっと。これきついな。お前なんか仕事しろ。ダメでした。ドリルライナー、やば。まあ、いっか。ウパ。レベルはおいくつ？あ、まあお手頃。ワンパしちゃうかな。あ、ワンパでした。二度蹴り。いらんな。飛び膝蹴りあるもんな。
ウッパーはちょっと魅力だなぁ。まあ、いっか。お、クイックボール。いいの売ってんねぇ。これ、チコ玉買うわ。茶色。いや、まあ、じゃあ入っちゃいますか。はい、というわけでエンジンシティに到着。呼ばれてる。くそ、そうせいか。ロトムインフォメーション。早くしましょう。何言ってんの？いらんな。中待ってる。金の玉ゲット。あ、くそ。道塞がれてやがった。ジムチャレンジ。はいはい。ダウジングマシンいらねえんだな、もうこの世代は。ヘアサロンですって。やってみようか。でもこれさ、先に金払わせるのさ、ちょっとずるいと思うんだよね。ロングヘアなのこれ。どっちがいいかな。こっちで行こうか。
どうしようかな。ワインレッドちょっといいな。プラチナブロンドでいこうか。これでいこう。よっしゃ、帽子かぶれないって。秩父丈ポロシャツ。ポロシャツいいな。スタジョン高はい、わらびブーツ高っ。で、技レコード気合だね。うん、なかる。いい傷薬。すごい耳栓。入れるわけじゃない。奇跡の種。あ、俺草ポケモン選んだから最初に。あんまり乗りたくないタイプの動きされますね。この先はまた次回行くことにしましょうか。とりあえず今回はここまでにしておきます。はい、ちょっと1匹だけやたらとねレベルが高いんでちょっとね早々使うのちょっとはばかられますけども、まあとりあえずは他のメンバーもね、着実に育てていってこのラルトスに、追いつけるような感じでね得していければなと思います。強いて言えばね、ラルトスを手に入れてしまったことで、EV をどうしようかなって、せっかくずぶといだから、どっちかって言えばなんかニーフィア向けの、性格をしているような気もするんですけれど、どうしたらいいかな。ずぶといでもなんか、おすすめの進化先とかあったりするんですかね。ブラッキーとかでもいいのか。そっか、ブラッキーとか、
あとシャワーズあたりも耐久でもいいわけだよね。あ、これあれだ、穏やかだから。穏やか、あ、でもいいのか。うん、まあちょっといろいろ、与党考えときます。はい。じゃあ、まあ、次回はその、エンジンスタジアムでの開会式ということでね、張り切っていきたいと思います。では、ポケットモンスター総合実況プレイパート4、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれな。